皆さんこんばんは、エジョファの声でございます。7月21日金曜日でございます。確率アップね、最後の確率アップでございます。今回は全部新ツムが、確率アップ、5種類ね、5種類。あの犬は確率アップしてないんだ。なので6種類のうち5種類、5種類確率アップです。で、僕が取れてないのはヤングジャックスパローでございます。コインは21万コインということで、再三だからね、ちょっと収録はしてるけど公開するかどうかちょっとわからないです。まあ取れるかどうかやっていきたいと思います。取れてるよね、取れてるよね。さあ行きます。いい加減来てほしい。今月はほんときつい。お願いします。来て、せーの、ズワッス。怖い。うわー。さあ、あと6回、お願いします。いい加減、ジャック来て、せーの、ズワッス。お、うわー、来たー。やっと来た。危ねえ、今月危ねえ。やっと来た。よし来た。危ねえ。ちょっと一回ワンプレイ行こうか。よかった、危ねえ。多分これも今月最後の確率アップじゃないかな。で、これ取り漏れたらもう本当アウトだったからな。やぶねえ、今月ギリギリ最後ぜ、ゴー。おお、何ということ？あ、なるほどね。おお、かっこいい。強いかどうかちょっと分かんないけど、アクションがかっこよかった。いやまあね、イベントも終わってちょっと使ってたどうかは分かんないけど、よいしょ、ドーン。おー、なるほど。いやー、でもまあ狙ったところを消していけるってことか。あ、やったやったやった。よし、いけぜ。よし、横。おー、よし。いやー、よかった。ほんとコンビつきつかった。ゴール、おっしゃー。いやーめっちゃ嬉しい。今まであんな出なかったのはなんでってぐらい。いやー、2回できた。いや、めっちゃ嬉しい。ほんとね、もうこの、なんだっけ、ジャックスパロー、もうジャック系だよね。だって前のやつ、普通の、だって、あれだよ、あれだ、なんだっけ、ジョリー・デップがやってる、なんだっけ、おしゃれマットハッターだって取れてないんだから。もっとね、ジョリー・デップに嫌われてんじゃないかっていうぐらいですよ。よかった、なんとか乗り切ったぜ。今月乗り切った。ほんと危なかった、ギリギリ。いやー、でもちゃんと確率アップしてるんだね。他の粒も出るのかな。ちょっとね、今回はなんか8粒が出るとかって噂を聞いたので、ちょっとね、珍しくコインは温存でございます。ピックアップを、やれたらやれて、内容を見て、スキルチケットもし取れなかったら、8分狙いでコインをまた温存して、来月の新粒に備えて、コインをがっつり貯めていきたいという作戦でございます。いやー、よかったー。はい。というわけで、ヤングジャックスパローというか、今月7月コンプリートでございます。やったー、よかったー。みんなも頑張ってね。四畳半の狼でございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれパソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。